理工の技術力は今、医療分野にも広がっています。その一つが、神経活動の見える化です。東京医科歯科大学と共同で、世界で初めて皮疹臭で神経活動を可視化する装置を開発しました。それが脊髄計です。まず、センサーに頸椎が当たるように寝てもらいます。位置を調整、レントゲン撮影をした後、神経に刺激を与え、計測を開始します。刺激による神経活動から発生する磁場情報を高感度センサーが検出します。ノイズに埋もれた極めて弱い信号を独自の処理で取り出し、そして体内の電流分布へ変換、神経活動の伝達を可視化できるようになったのです。神経の病気や怪我を人に優しく適切に測定することができます。さらに頸椎だけでなく腰椎も測定することができます。脊髄計は脊髄機能を可視化できる革新的な装置。理工はこれからも独自の技術力で医療分野にも貢献していきます。 RICO